副皇太子、副王太子とは、一国の皇室内使王室で、皇太子、王太子に次ぐ、皇位継承者の身くらいであり称号。2014年以降のサウジアラビア王室に例がある。サウジアラビアでは2014年に、王位継承者として、皇太子の他に副王太子を新設し、アブドゥッター国王が異母帝のムクリンを指名した。2015年1月23日には、 アブドゥンラー国王法御による王位継承に伴って、ムクリンは王太子に昇格し、サルマン新国王と同じスデーリーセブンの家系に属する、王いのムハンマドビンナアイフが副王太子に作立された。ところが、同年4月29日にムクリンは敗退しとなり、ムハンマドビンナアイフ副王太子は王太子に昇格し、サルマーン国王の実主であるムハンマドビンサルマーンが副王太子に作立された。 これにより、王室の首脳が国王の近親者に集中することとなった。従来、サウジアラビアの王位は、初代アブデルアズイーズイブンサウードの王子ら第二、世代の間で継承されていた。サルマーン国王のおいや王子が短期間のうちに王大使、副王大使に作立されたことは、王位継承の流れを王室の第三世代に移す重大人事であった。この人事に、 すでり家の復活と見る声もあるが、王室内の年長者を差し置いて、第三世代を王位継承者に指名したことは、すでり家の枠を超えて、年功序列的な王位継承の慣例を崩す動きとも言える。その後、国王の実主であるムハンマド・ビン・サルマーン副王大使が、同国の経済、防衛政策のほか、エネルギー政策をも統括するようになり、 第三世代の権力が集中が顕著となっている。2017年6月21日、サルマーン国王により、ムハンマドビンライフ王大使が解任され、国王の実施のムハンマドビンサルマーン副王大使が王大使に昇格し、副王大使は空位となった。ありがとうございます。